青キク草属は、里芋ウキクサ草赤に属する、水草の一族である。池や水路など淡水域に分布し、多くは水面に生育する。普通葉状態からは一本の根が伸びている。また葉状態規部側面から、新たな葉状態を形成し、出荷状に増殖する。世界中に分布し、15種ほどが知られる。日本からは、青う草、黄う草、イボうき草、 ヒンジモなど、約9種が報告されている。小さな水生植物であり、多くは水面に浮かんでいるが、水中に生育する種もいる。植物体は、葉状体と根からなる。葉状体表面は緑色、裏面は緑色、または紫色を帯びる。葉状体裏面が大きく膨潤している種もいる。葉状体には一ミ薬があり、基部から手のひら状に伸びている。 色素細胞を描く。基本的に一個の養状体の裏面から一本の根が生じているが、根を描くこともある。根の基部は根性に囲まれ、根毛を描き、先端は根脳で覆われている。養状体基部側面から新たな養状体を形成して出芽状に増殖する。普通複数の養状体が連結した状態でいる。1A、レムナエキノクシャリス。 養状体から一本の根が伸びている1ビット、イボウキクサ、状体裏面が膨潤しているワンシーコウキクサ、複数の養状体がつながった、軍隊にコウキクサの全体像、花をつけた養状体、花の拡大図花は養状体基部側面につく。花は2個のおしべと1個のめしべからなり、1枚の破敵器官で覆われている。おしべの約は4花粉脳からなる。 果実は16個の種子を含む。種子には普通縦のあばらがある。3 A 水面を覆う大きくさ3ビット、水中のヒンジも世界中に広く分布している。地上や水路、水田など、淡水水域、または緩やかな流水域の水面に生育する。例外的にヒンジもは水中を浮遊して生育する。比較的、厳しい陶器がある地域では、休眠日を形成。 または、種子の形で越冬する。ウキクサ赤の他の種と同様、アオキクサ族の種も一般的に増殖が極めて早いため、様々な応用研究に用いられている。例として、有用動物の餌、バイオマス燃料、有機物分解の効率化、栄養需要除去、有毒物質の除去、毒性試験などがある。アオキクサ族にはおよそ14種が知られており、 一般的に四節に分類される。属内の系統関係については、分子系統解析から、下記のような仮説が示されている。日本からは、青菊草属の種として、青菊草、南国青菊草、ひな菊草、チリ菊草、イボ菊草、高ウ菊草、紫高ウ菊草、北国高ウ菊草、ヒンジモが報告されている。日本からは、チビウキ草も報告されているが、 これはひなうき草の5人ともされる。いずれの種も形態が単純であり、また生育環境による変異が大きいため分類は難しく生態的情報を必要とする場合もある。ありがとうございます。